売り方変わります。はい、じゃあこういうの、はい、1万、あの焼き物見てみよう。3万5千、5万、あのグイネミのこと、あれは唐津だ。しかも桃山はある、10万くらい。ダメよ、200は見える。 200? 声上げんな、雰囲気で商売してる連中なんだよ。最後はあそこの山中が飛んで落とす。1万、山中、2万5千、3万、はい。じゃあ次、こういうの唐津かな、古そうだね。5万、これは5万円、8万円、10万、2人、15、15万円、16、16万円、5000、16万5千、17、17万、あの神経な果たしに耐えきる度胸なんかねえよ。23、安く買わせたくなくて声上げてるだけだ。5万、26、26万円、30、30万円、30万、いいかな、今だ。100万、100万円、綺麗、綺麗だね。100万円、山中さん、これ手で渡してあげてください。はい、じゃあ次こっちの政治ね。これあれで100の儲けになる。1万、これが目利きってやつだ。2万5千、3万、2人、5万円、6。君一体何者なの？俺は誰もが失っていく思い出を掘り起こし売り買いすること、それが僕の商売だった。実はあったんだ、夢の中で。人生の最後に何が書きたいのか覚えとけ。700万円、この世界じゃ700万、騙されるやつが悪いんだ。お勉強はここまでだ、あとは自分で這い上がれ。何者にもなれなかった男の人生が今終わろうとしている。君もその目で闇を見つめてごらん。いいじゃん、とことん落ちていきなよ。あんたこそ欲望丸出しのガキそのものじゃないか。そんなに強いこと言ってんじゃねえぞガキは。じゃあな、忘れてくれ、この匂いもぬくもりも。言ったろ、笑ってろ。あれは夢なんかじゃなかった。なんだよそれ、そんなの覚えてない。